まあ、今ね、こう前線のまた途中でなかなかちょっと結果出ない中なんだけど、次に、ね、相手ナビスコで仙台っていうのもあるし、ね、ここでやっぱ、なんか下振ったりないなと思ってやっぱゴールしました、ね、まだこういう試合だったけど、本当また次ちょっと切り替えてまた見えたでやっていきたいと思うんで、今日は本当